カリリナックスはデジタルフォレンジックやペネトレーションテスト用に設計されたデビアン派生のリナックスディストリビューションである。主にオフェンシブセキュリティによって維持及び資金援助されている。カリリナックスには約600個のペネトレーションテスト用プログラムがプリインストールされているが、それらはアーミテージ、エンマップ、ワイヤーシャーク、メタスプロイト、ジョンザ・リッパー、スクラマップ、 エアクラック、ナン、バープスイートおよびアワスプザップなどである。カリリナックスは、オフェンシブセキュリティのチアハロニとデボン・カーンズにより、クノーピクスベースの情報セキュリティテスト用、リナックスディストリビューションであるバックトラックを書き換える、ことで開発された。カリリナックスは当初カーネル監査に焦点を当てて、設計されたので、このことが、カーネルオーディティングリナックスという名前の由来と、 なったのだが、ヒンドゥー教の女神カリが名前の由来だと間違われることが多い。3人目のコア開発者としてデビアンエキスパートであるラファエル・ハートザグが加入した。カリリナックスはデビアンテスティングブランチをベースとしており、使用するパッケージのほとんどはデビアンリポジトリからインポートされる。カリリナックスの人気は TV シリーズミスターロボットのエピソードに何回か。 登場したことで高まった。番組内で紹介された仮リナックスが提供するツールには、ブルースニフ、ブルートゥーススキャナー、ジョンザリーッパー、メタスプロイトフレームワーク、エンマップ、シェルシャック、ホジャなどがある。仮リナックスおよびバックトラックのタグラインは、ザ・クワイエッタ・ユービカム、ザ・モア・ユー・アー・ブル・ズ・ヒアであり、それは背景の一部に表示されている。 最初のバージョンである1.0、レイモートは2013年3月にリリースされた。2019年11月のバージョン2019.4からデフォルトのユーザーインターフェースが GNOME から ZUFS に変更されたが、従来通り GNOME 版も利用できる。2020年8月のバージョン2020.3ではデフォルトのシェルが BASH から z s h に変更されたが、 バッシュはオプションとして残された。仮リナックスの必須環境は以下、スムーズな動作のため推奨されるハードウェア仕様は以下の通り、仮リナックスは X86 命令セットをベースとしたホストで利用するための3 2ットおよび6 4ビットのイメージやビーグルボードコンピュータやサムズンのアームクロームブックで利用するためのアーム用イメージとして配布される。仮リナックスの開発者は より多くのアームデバイスで、仮リナックスを利用できるようにすることを目標としている。すでに、仮リナックスは、ASUS Chromebook Flip C100P、ビーグルボーンブラック、HP Chromebook、キュービボードにキューバックス、キューバックス、i、ラズベリーパイ、エフィカメートル X、オドロイド U2、オドロイド XU、オドロイド XU3、サムスンクロームブック、ユータライトプロ。 ギャラクシーノート10.1、および SS808 で利用できる。カリネットハンターが登場したことで、カリリナックスは、ネクサス5、ネクサス6、ネクサス7、ネクサス9、ネクサス 10, ワンプラス1、およびサムスンギャラクシーの一部モデルなどの、Android デバイスでも公式に利用できる。さらに非公式のコミュニティビルドを用いることで、それ以外の Android デバイスでも利用できる。 仮リナックスは Windows 10の Windows サブシステム t for Linux 上で利用できる。Windows 用の公式仮ディストリビューションは Microsoft ストアからダウンロードできる。仮リナックスには特定の Android デバイスへの互換性及び移植のために用意された専用プロジェクトが存在し、それは仮ネットハンターと呼ばれる。仮ネットハンターは仮コミュニティのメンバーであるビンキーベアと オフェンシブセキュリティが共同作業で開発した最初のネクサスデバイス用オープンソース n d r ロイドペネトレーションテストプラットフォームである。カリネットハンターはワイヤレス802.11フレームインジェクションワンクリックマナエビルアクセスポイントセットアップ HID キーボードさらにバッド USB ミム攻撃をサポートする。バックトラックにはフォレンジックモードとして知られるモードが搭載されていたが このモードはライブブートとしてカリに継承された。フォレンジックブートは様々な理由により大変有名であるが、そのうちの一つとしてカリのユーザーはすでにブート可能なカリの USB ドライブや CD を持っているためカリをフォレンジックの仕事に適用しやすくなることが挙げられる。カリをフォレンジックモードでブートするとシステムは内蔵ハードディスクやスワップ領域にはタッチせず、 自動マウントも無効になる。ただし、仮の開発者は、ユーザーが仮を現実世界のフォレンジックに使用する。前に、これらの機能を幅広くテストすることを推奨している。仮 Linux リリには、以下のセキュリティツールが含まれる。これらのツールを様々な目的で使用できるが、そのほとんどは、被害者のネットワークやアプリケーションをエクスプロイトしたり、ネットワークディスカバリーを実行したり、 あるいはターゲットの IP アドレスをスキャンするものである。以前のバージョンから多くのツールを削除した。最も評判が良く、効果的なペネトレーションテストアプリケーションに焦点を当てるため、以前のバージョンからは多くのツールが削除された。オフェンシブセキュリティは仮リナックスリビールドという書籍を提供しており、それは自由にダウンロードできる。ありがとうございます。